オイルショック、オイルショック、和製英語とは、1973年第1次と1979年第2次に始まった、ピークは1980年、原油の供給逼迫及び原油価格高騰と、それによる世界の経済混乱である。石油危機、石油危機、または石油ショックとも称される。 オペック諸国の国際収支黒字は1973年には10億ドルであったが、1974年には約700億ドルに急増。一方、発展途上国向けの民間銀行貸付額は1970年の30億ドルから1980年の250億ドルに跳ね上がった。世界各国はユーロ債市場から資金を調達した。OECD 加盟国は、 長期の固定金利債を記載することができたが、被産油途上国は、カントリーリスクのためにそうした手段が取れず、代わりに負担が大きい変動金利の新時期トローンに頼った。1973年10月6日に第4次、中東戦争が勃発。これを受け10月16日に、石油輸出国機構加盟産油国の内ペルシア湾岸の6カ国が、 原油工事価格を1バレル3.01ドルから5.12ドルへ70%引き上げることを発表した。翌日10月17日には、アラブ石油輸出国機構、o ア p e c が原油生産の段階的削減、石油戦略を決定した。また、アラブ石油輸出国機構、o ア p e c 諸国は10月20日以降、イスラエルが占領地から撤退するまで、イスラエル支持国、 アメリカが衆国やオランダなどへの経済制裁、石油金融を相次いで決した。さらに12月23日には、石油輸出国機構、オペックに、加盟のペルシア湾岸の産油6カ国が、1974年1月より、原油価格を5.12ドルから11.65ドルへ引き上げると決定した。石油価格の上昇は、エネルギー源を中東の石油に依存してきた。 先進工業国の経済を脅かした。1960年代以降にエネルギー革命を迎えエネルギー源を石油に置き換えていた日本はニクソンショック、ドルショックから立ち直りかけていた景気を直撃。前年からの列島改造ブームによる地下急騰で急速なインフレーションが発生していたが、石油危機により相次いだ便乗値上げなどにより、さらにインフレーションが加速されることとなった。 当時の日本は、中東の政治に深く関わってはおらず、イスラエルを直接支援したこともなく、中立の立場であった。しかし、最大のイスラエル支援国家であるアメリカ合衆国と強固な同盟を結んでいため、イスラエル支援国家とみなされる可能性が高く、急遽、三木武夫副総理を中東諸国に派遣して、日本の立場を説明して、支援国家リストから外すように交渉する一方で、 国民生活安定緊急措置法、石油受給適正化法を制定して、事態の深刻化に対応した。オイルショック前から、ニクソンショックによる、円高不況で、不況カルテルがたくさんできていた。1973年、昭和48年11月16日、石油緊急対策要項を閣議決定、総需要抑制策が取られる。日本の消費は一層低迷し、 大型公共事業が凍結、縮小された。日本の消費者物価指数で1974年、昭和49年は23%上昇し、狂乱物価という造語まで生まれた。インフレーション抑制のために、工程部合の引き上げが行われ、企業の設備投資などを抑制する政策が取られた。結果、1974年、 昭和49年はマイナス1.2%という戦後初めてのマイナス成長を経験し高度経済成長がここに終焉を迎えた。狂乱物価について経済学者の小宮隆太郎は日本銀行のオイルショック前の行き過ぎた金融緩和政策とその後の引き締めの遅れが企業、労働組合などに製品価格上昇、賃上げを走らせたとている。 経済学者の原田康氏は1970年代の日本の経済成長率の低下は石油ショックでは説明できない。欧米諸国は3分の2程度の低下でアジア諸国はほとんど低下しなかったが日本だけが長期的な経済成長率が3分の1にまで低下した。また、1980年以降石油価格は実質で1970年代初めの水準に 戻ったが、日本の経済成長率は戻らなかったと指摘している。このような不況が、1975年以降に、日本国債が大量に発行される契機となった。それは、新時系都団が引き受け切れないほどの規模となり、1977年に、発行後1年以上経過した日本国債は、市中売却認められるようになった。ここに金利を、市場の実勢値まで抑える。 財政上の必要が生じた。そこで1979年に譲渡制預金が導入され、家計の余剰資金を銀行が吸い上げるようになった。一方で1973年から早々に無担保、転換社債を認めるなどの社債自由化が推進され、結果として国債の相対的な低リスクが演出された。もっとも、後年の国債残高推移。 特に1995年から2005年までの増加率に比べれば、オイルショック当時の発行額はずっと小規模であった。1979年のイラン革命により、イランでの石油生産が中断したため、イランから大量の原油を購入していた日本は、需給が逼迫した。また、1978年末に、オペックが翌1979年より、 原油価格を4段階に分けて、計14.5%値上げすることを決定し、原油価格が上昇した。ただし、4段階目の値上げは、総会で合意が形成できず、実際には3段階までであった。第一次石油危機並みに、原油価格が高騰した。1980から1981年に、OECD 加盟国も非産油途上国も、 ユーロ新ケートローンによる借り入れ額を倍化させた。前者は411.6億ドルから973.7億ドルとなり、後者は281.6億ドルから409.3億ドルとなった、世界借り入れ高は799.2から1459.1。しかし、第一次での学習効果、省エネルギー政策の浸透。 深夜のテレビ番組放送の自粛や、第一次同様のガソリンスタンドの日曜、祝日休業などが行われた企業の合理化効果などにより、日本経済に対する影響は、第一次石油危機ほどひどいものにはならなかった。また、第一次の頃ほど値上げは長引かず、イランも石油販売を再開し、数年後には価格下落に転じて危機を免れた。 一方でこれとは別の要因として、米国のインフレの更新と長期金利の高騰に伴う金融市場の混乱が深刻さを増しており、石油危機を短所とした不況は、米国経済の復調を待つ1983年頃まで長引いた。小宮龍太郎は、第二次石油ショックの影響が軽微だったのは、日銀が過去を反省して、 いち早く強い金融引き締めスタンスを採用したことにあり、それに応じて、労働組合、企業も、賃上げなどのコスプッシュの要因を抑えるべく、労使協調路線を採用したことで事態を乗り切ったためとしている。経済学者の伊藤治は、日銀の早急な金融引き締め、労使の賃上げ抑制、少資源、少エネルギーの振興、円高による輸入価格の抑制などが原因で、 景気の落ち込みは警備で済んだと指摘している。先進国の経済が中東の石油に極端に依存していることが明白となった。そのため、北海油田などが積極的に開発運営された。また、原子力や風力、太陽光など非石油エネルギーの活用の模索、また省エネルギー技術の研究開発への促進の契機ともなった。 石油の備蓄体制を強化することも行われた。また、モータリゼーションの進展により、自動車の燃料消費が石油消費に高比率を占めてたことから、鉄道をはじめとする公共交通機関を再評価する動き、モーダルシフトが出た。大和総研は、二度にわたるオイルショックは日本経済に大きな影響を与えたが、日本企業がエネルギー効率を改善させる。 大きなきっかけとなったと指摘している。合理化は、資本の自由化に並行した。フランスのジスカールデスタン大統領の発案により、1975年に第一次石油危機以降の経済の回復を主たる議題として、先進国の首脳が一堂に会する第一回主要国首脳会議、サミットが、フランスランブイエ城で開催された。インフレーション傾向を強めていた。 先進国経済は、石油危機により、スタグフレーションに突入。1971年のニクソンショックと合わさり、戦後世界経済の成長体制は破壊された。工業化による投資で、対外債イを膨張させていた南アメリカや、アフリカなどの開発途上国は、石油輸入コストの急上昇によりユーロ債、新時系トローンの変動率債への借り換えを余儀なくれた。 石油輸出国はオイルマネーを得て国内福祉を充実させたり強力なソブリンウェルスファンドを設立したりした。オイルマネーの出所はオットード金融が信用創造した預金通貨であり、このユーロダラーが輸入国発行のユーロ債となっていた。オットード金融はシャドウバンキングシステムが能動的に行ったものであった。しかしベンバー難は石油価格の高騰が 在、サービスのコストを引き上げ、インフレを悪化させるのは事実であるが、それよりもアメリカ合衆国で、インフレが深刻になったのは、家計、企業が、連邦準備銀行の金融引き締めが十分ではない、ことを予想し、それが高いインフレ予想を招いたことであるとしている。バーナンキは、その結果、賃金の引き上げ、製品価格の値上げが起きたとしている。 この見解に沿ったレーガノミックスの高金利政策で、チン時系トローンの召喚が至難となり、債務危機に陥ったメキシコは帰還化された。日本への影響はあまりなかったものの、2004年頃から2008年秋頃に、かけ、ピークは2008年、目立った供給減少を伴わない原油価格高騰が世界的に続いた。これを第三次オイルショック。 第三次石油危機と呼ぶものもいる。2008年2月にはニューヨークの商業取引所の原油先物市場で100米ドルバレルを突破。ピーク時の価格は第一次、第二次石油危機のピークに比し、名目で3倍を超え、実質でも上回っていた。ただし、第一次、第二次に比べ、価格の上昇速度は緩やかだった。 高騰の原因は、が挙げられるが、その中で最も大きな理由と指摘されているのは、余剰マネーとしての投機的資金が、原油の、現物や、先物を買い占めていることである。世界の金融市場から見ると、原油の市場規模は、相対的に小さいものであるが、そこに、住宅サブプライムローン問題に橋を発した、米国の不景気から投機的資金が、原油市場に流れ込み、 先物としての原油価格が急騰した。当時、原油先物相場が市場最高値を更新し続けていたことなどによる原油価格高騰を受け、石油が関係している製品の値上げが相次ぎ、航空機では燃油サーチャージの導入でさらなる原油価格高騰及び値上げ幅の上昇を招いた。その後、サブプライム問題が世界的な景気の後退を引き起こし、 余剰マネージ体が乏しくなり、2008年9月下旬、頃よりわずか2ヶ月で原油価格は半分程度まで大きく落ち込んだ。しかししばらくすると原油価格は再び緩やかに回復、2008年のピークには及ばないものの高値が続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。